峰山高原明春山の稜線を望む地図、峰山高原は、兵庫県神崎郡上川町上小田に位置する高原。雪彦峰山県立自然公園の区域内、標高900メートルに位置する高原で、赤月山、船長が峰、与高山、平石山、甲星山などの峰々に囲まれる。春間の秘書地として知られ、麓の黒岩の滝から、与高山への登山道。 リラクシアの森という森林散策道から、暁春山への登山道、およびすすきの名所として知られる富根高原や、大体大を周回するハイキングコースが整備されている。高原には、キャンプ場のほか、峰山高原観歩総合レクセンターの跡地に開業したリゾートホテル、峰山高原ホテルリラクシアにテニスコートなどのスポーツ施設がある。小田原川水源の森は、 と、ミネ高原と共に2010年公開の映画、ノルウェーの森のメイン撮影地となった、JR 西日本版単線寺前駅下車、タクシー25分、JR 版単線寺前駅より、新規グリーンバス、上尾田線、ミネ山高原行きで約45分、終点下車。ありがとうございます。